す。おお、快晴。めっちゃ快晴。綺麗なぁ。よいしょ。さあ、今日も一日始まるよ。さあ、何だったかな。おお、10度まで下がった。結構寒かったな昨日。よし、さあなんかしよう。何しようかな。とりあえずご飯でも作るか。とりあえず火起こししよう。何にもできてへんからな。ではやってきます。朝日もなしで行きます。おもろないからもさもさ作らん。よいしょ。あ、ついた。やった。めっちゃ嬉しい。早っ。空気が乾燥してるからかな。つくの早っ。よし、もうついたわ。はーい。はい、火床ができたので、日頃食べないベーコンの燻製。なるべく高いところで燻製作っていきたいと思います。お、カリカリベーコン。いただきます。うまっ。サクサクや。これは美味しいわ。うん、おー、美味しそう。うわー、いい感じ。めっちゃいい感じ。それとパン最高でしょホットドッグで野菜もあるので食べたいと思います。いやおいしそう。はい、
それではできたので食べたいと思います。うまそう。うわー、パンが食べれるってなんか嬉しいな。パンなんか食べられへんもんな。いただきます。うまっ、最高やな。ベーコンは乗っかってるし、うん、わあ、カロリーの王様みたいなもんや。帰ったら質素な生活しよう。おお、猿が降りてきてる。猿が見えるかな。猿がおる。いっぱい猿が、どこや、その辺におんねんけど。おお、いっぱいおる。なんで猿がこんなおんねん。昼間でも出てくんのか。すげえ、猿団体さんや。前回もおったけど、まあ、柵あるからこっちに入ってこられへんやろうけどな。うわぁ、並んで見ております。そっか、猿か。何匹？ 1,2,3 後ろに4匹ぐらい、8匹ぐらいおるぞ。8頭ぐらいおるぞ。はい、こんな感じやね。さあ、敷地内にドッグランがあるっていうことなので、ちょっと行ってみたいと思います。どこなんやろうな。ドッグラン。ちょ、引っ張らんといて、引っ張らんといて。よいしょ。結構広いやん。サイトの倍以上はあるよね。もういいね。よし、ここでちょっと遊ぼう。そしたら。はい、それでは暇なので何か作りたいと思います。よいしょ。こうなってんのか。
はい、そしたらちょっとシャワーに行ってきます。待ってなさいよ。さすがに2泊3日シャワーにでも入りたいわよちょっと待ってなさいよ、行ってくるからね。じゃあね、行ってくるよ待ってなさいよ、ちゃんと。よいしょ。お、泣いとると大丈夫かな。よいしょ、はい、到着。よいしょ。こんな感じなんですよね。よいしょ。ここがボイラー、はい、シャワー室、潜入。これ、はい、終了。あ、気持ちよかった。うちの子は、お、お、あんなとこから見てるぞ。ずっと待ってんねや。よし、3人とも待ってる。すまんの、ちょっとだけやんか。よいしょ、よいしょ。ごめんごめん、ちょっとだけやったろ。6分しかかかってないやん。ただいま。はい、もうそろそろお昼。朝遅かったからね、ちょっと暑いな。よし、そしたらちょっとお昼ご飯でそうめん、冷たいそうめんをちょっとすすろうかなと思います。それでは作っていきます。名水、氷水、もう氷水になってるわ。冷たくなーれ。おお、冷たくなーれ。はい、それではいただきたいと思います。おお、染みた。おいしいで、これ。いただきまーす。おお、うまっ。おいしい。はい、ごちそうさまでした。あ、美味しかった。一人前しかなかったけど、十分。今の私には十分。ちょっと寝ようかなと思って、横になったら爆睡してましたね。こんな時間ですわ。4時間ぐらい寝たんから。ああ、なんか夢とか見てた。こんな爆睡するつもりなかったんけどな。さあ、何しようかな。夜ご飯でも作っていこうかなと思います。あ、もう辺りは暗くなってきましたよ。よよ、なるべく赤身のところを買ってきましたけど、うわ、これを串に刺して炙って食べたいと思います。お肉だよ、お肉。
何十日ぶりかのお肉だよ。すごいなこれ。食べたらお腹膨れるような気がするけど、さあ悩んでいきましょう。逆円だ。ここまで。どこか。ちょっとライトつけようか。美味しそう。ではまだ暑いかな。いただきます。ジューシー、美味しい。十分ですか。カツオのたたきを買ってきてるから、カツオのたたき、わかめ、ネギがもう腐ってたから、わかめを湯戻しして、でポン酢で食べたいと思います。ワンズと来る最後の焚き火ですね。ああもう今シーズンも終わりやね、これで。ああ
この暑さじゃどうしようもないからね。一人でキャンプ行くかもしれへんけど、5時間ぐらい。燃える燃える。盛大に行っております。あんたたちはもうこれで終わりだよ。次秋までは行けないよ、どこも。はい、2日目夜、幕内にこもりました。よいしょ。18度やな。全然過ごしやすい。昨日の夜は寒かったけどな。さあもう最終日なので、いっぱいなんかぶつけてるけど、まあゆっくり寝て、明日は朝からもう片付けだからね、ちょっと片付けして寝たいと思います。今日も一日遊んだもんね。それではお疲れ様でした。おやすみなさーい。はい、おはようございます。ちょっと待って、ただいま7時半でございます。全然大丈夫。17度。さあそしたら片付けていこうかね。10時撤収なんで2時間半見て、ちょうど7時半。さあ片付けるよ。はい、だいぶ片付いてきました。あとちょっと、あーしんど、あと幕だけやね。はい、綺麗に片付きました。さあ今シーズンもこれで終わりやね。次は秋やな。一人では出かけるかもわかんないですけどね。5時間か6時間ぐらいワンズはお留守番かな。なので、また秋にお会いしましょう。お疲れ様でした。帰ります。